はい、これです。ディストーション制作委員会、はい、本日最終回ですかね、これですかね。前回はバイパス音、まあ、いわゆるエフェクターをオンにしない状態だったら音が出るっていうところまでは頑張りました。頑張って2人やって、はい、最初はもう土肥さんがジャックさんこれもう無理なんで持ち帰って何とかしますって言って一応はい、ちょっと一生懸命こうやったんですよ。本当に基盤で確かに何箇所かハンダを突き忘れてるところとかがやっぱあって、で繋げなきゃって思ってそれとかも繋げてやってって、うん、一応その基盤上にミスはないような形に、うん、多分なってる、多分なってるようになったんですけども、うん、で一応音がですね、うん、出ました。ありがとうございます。よっしゃー一応音は出たんですけども、うん、ちょっとじゃあまずちょっとジャックさん一応聞いてみていただいていいですか。もうね、皆さんこの番組の趣旨にお気づきだと思うんですけど、僕はほとんど何もやってない。いや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 。これでね、一回ちょっと出してみましょうか。はい。今これ何も。何もかかってないですね。何も、じゃあ踏んでみましょう。はい、こっちだ。はい。踏みまーす。はい。踏みまーす。ちょっと待って、ちっちゃくなってる。そうなんですよね。ちょっとやばい音してる。あ、でもかっこいい音だけど。ディストーションがだいたいさ、まあ、こういう感じ。こういうのは正解のはずなんですけど、踏むと、あなっちゃうんですよね。やばいっすね。本当に、まあ、多分もしかしたら中の乗っけてるパーツのどっかが壊れてたり、うん、まあ、見落としてるどっか何かしらの多分間違いがあるとは思うんです多分、うん、あ、でもそれを発見することがちょっとできなくて、でも間違いを肯定するのが俺たちロックバンドの役目じゃん、はい、そうっすかね。そうだよ。使えるほどにしましょう。まずちょっと一回クリーンブースターを、うん、ちょっとかけてみる。じゃあ後ろに。そうですね、後ろにですかね。だから一回このパズドックのやつとかを一回ちょっとお借りしちゃって。思ったよりゴミみたいな音して。今日それいきます。いっちゃってください。ちょっと一応僕の方でも。別個でちょっと一回基盤を作ってみようかなと思います。もう諦めてるじゃないですか。いや大丈夫っすよ。そのまあギターとかやられてるちょっと別の方の先輩にお聞きしたところ、うん、うん、これはもう原因を究明するより新しくするのが早いねって言われて。なんかめっちゃかっこいい音はしてるよ。大丈夫ですかねこれ。もうどうしよう。大丈夫でしょう。大丈夫ですかね。榎本さんどうですか、うん、インプレッションは。金もらっても使わないですね。いや、まあそうですよね。いやでもね、例えばさ、はい、こうやってさ、こうやってこのディストーションって曲で、一瞬こういうもう全てを破壊する、はい、一番破壊力がある感じになってるっすね。そうですね。ズームのマルチエフェクターに入ってるあの。ボムってわかります？ボムの音するあれと同じ音がします。つまりね、ボムができました。ディストーションじゃなくて、はい、ボムができたっす。あのズームのまだから、やっぱそのあれですね、こういうの必要な場面あるじゃないですか。トゥトゥターン、トゥトゥターン、トゥトゥターン、トゥトゥターンっていうね、
こういう使い方じゃないですか。まあ、ちょっと一笑いはできますね、これ本当に。いいと思いますけどね。ずっと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 。満足は、いやどうだろうな。いや、俺はね、はい、大満足だよ。自分はちょっと、もっとできたかもって思っちゃうんですけど、ちょっと最高じゃないですか。そうですね、筐体、見た目はすごいいい感じですよね、やっぱり、うん、ありがとうございます。本当でもこれ、俺もそうですね、持ってこれ。いや、ちょっとじゃあ僕も、はい、ありがとうございます。俺たち3ヶ月で頑張りました。ディストーションを作るつもりが、ボムができました。はい、本当、すいません、本当本当、すいませんでした。そうですね、じゃあここで僕からささやかながらプレゼントがある。え、なんすかそれ。あのね、はい、あの、ビットンが、はい、あれが好きだって言ってたから。それマジで知らないやつ。 T シャツを買ってきました。え、やったー、いいですか、こんなのもらって。 T シャツです。あ、やったー、ありがとうございます。僕も本当に大好きで、うん、これにも貼ってあるぐらいなんですけど。お、本当だ。そう、え、いいんですか。覚えてたんだよ。いや、マジでありがとうございます。え、ちょっと次ライブの時来ますね、これ。別ボムのお返し。ちょっと俺、あ、すいません。ツーマンライブが、よろしくお願いします。やっと台湾が決まりました。はい、これね、本当ディストーションを作ってる間にいつの間にか台湾のオファーが来てて、はい、これはこいつを使うしかねえだろうと。そうなんですよね。ということで、日付をどうぞ。9月、あ、やばい、俺が忘れちゃった。9月の、あ、充電切れちゃった。ちょっとダメだ、本当に。ボムじゃん。すいません、本当。9、4ですね。あ、9月24の日曜日。下北沢シェルター。そうですね。お昼ですね。です。あれ、入り早いんですよ、マジで。入り早いんですけど。マジで早くて、まさか本当申し訳ないんですけど。目覚ましボム。目覚ましボムです。はい。あれ、多分、僕らが先に入り早るじゃないですか。あ、そうだね。俺ら何時だっけね。10時とかじゃん。10時、9時半ぐらい。うん、とかに俺行かなきゃいけなくて、俺ら、すごい本当申し訳ないんですけど。初めてので台湾ですよね。そうなんです。もうジャックさんと散々もうずっと本当お世話になってるのに、うん、台湾をちゃんとするのは初めてで、本当楽しみで、もうライブも何度ももう見に行かせていただいてるんですけど。ありがとうございます。実際台湾するのは初めてなんで、本当にディズニージャパンとしてもね、久しぶりのライブなんで。あ、そっか、楽しみにしてます。そうですよね。そう、だからボムを使うって。でも多分ドヒ君はボムを使うってところを計算して、やっぱライブで俺たちを貶めるためにこのボムを仕込んだ可能性があるってことですか。いやそんなことはないんですけど。うえ、そらボム使ってるよ。いや、俺もそしたらボム使いますよ。じゃあ2人でボム使おうか。僕も使いますよ、そしたら。じゃあお互いボム使う、はい、ボムライブ。ボム合戦に。ボムバトル。